おい、ルパンよ。まあなんつうざまだ。あ、俺の花嫁は。あらあら。くそ。たくは娘っ子一人にあいつら一体何者だ。指輪じゃねえか。はてな、どっかで。どうしたんだ、指輪見て急に目の色変えやがって。うわっ。おい、ルパン、この古城に何かあるのか？ん？指輪と同じ紋章だぜ、ルパン。無人になってからそう古くはないな。火事か。誰だ。ただの通りすがりさ。観光か。あ、まあね。ここは確か太閤殿下の館だったと思ったんだけど。今でもそうじゃ。よそ者がうろちょろして良いところじゃないんだぞ。これが太閤の館だって。空っぽの廃墟じゃねえか。7年前の大火事でな。太閤ご夫妻がお亡くなりになって以来、この通り荒れ放題になってしまったんだ。妙だな。太閤って王様のことだろ。今は王様なしってわけか。摂政がいるからな。困りはしないそうだ。早く帰れよ。へいへい。おい、ルパン。大きくなりやがって。どったの？とぼけるんじゃないの。一人でカッコつけて悩むんじゃねえ。ほら、言え。くっ、ノーノーくっ、くっ、言え、言うか。言う、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 言う。摂政カリオストロ伯爵の城だ。あそこ見ろよ。よもっと下だ。水道橋の向こう。ん？さっきの船だ。花嫁はあの城の中か。あそこに水門があるんだ。昔のまんまだぜ。
お前、あの城へ潜ったことあるのか？10年以上前の話さ。強盗殺の謎を解こうってな。まだ駆け出しのチンピラだった。で、どうだった？それがコテンコテン、尻尾巻いてよ、逃げっちゃって。オートジャイロとは古風だな。伯爵だよ。え？さあ宿でも探そうぜ。おいおい、外国人。はい。二人連れの男が逃亡を手助けしたとのことでございます。見つけ出せ。後始末は任せる。指輪がない。